ジャズ理論11ノンダイアトニックなコード1ノンダイアトニックなコードについて、すでにここまで学んできたダイアトニックコードだけを使用してもスムーズで聴きやすい音楽は十分成立します。より刺激的で幅広い表現を生み出すために、実際にはノンダイアトニックなコードも様々な形で多く組み込まれます。ノンダイアトニックなコードを組み込むことは、部分的な転調や他の調から一時的に借りてきた借用和音の使用と捉えることができます。ノンダイアトニックなサブコード。ダイアトニックコードにおいてはコードの機能が同じであれば置き換えが可能でした。ここからは置き換えるコードがノンダイアトニックコードとなるものを以下の順に説明していきます。5度セブンス、4度、4度マイナー、1度、それぞれに対するノンダイアトニックなサブコード。5度セブンスのノンダイアトニックなサブコード1、ジャズ理論06調整で説明したように、ドミナントセブンスコードの持つドミナントの機能は増与度、減語度、音程、つまりトライトーンの解決によるものです。5度セブンスのノンダイアトニックなサブコード2、 G セブンスでは B と F の音がトライトーンとなっていますが、同じトライトーンを持つコードとして D フラットセブンスがあります。この性質を利用して G セブンス、つまり5度セブンスのサブコードとして D フラットセブンス、つまりフラット2度セブンスを使います。機能は5度セブンス同様ドミナントです。5度セブンスのノンダイアトニックなサブコード3、 D フラットセブンス、つまりフラット2度セブンスを使うことでルートの動きに半音進行が生まれます。D フラットセブンス、つまりフラット2度セブンスは G フラットメジャーキーにおける5度セブンスに該当し、そこからの借用和音と言えます。5度セブンスのノンダイアトニックなサブコード4、5度セブンスに対するフラット2度セブンスのサブコードはサイクルオブフィフスによって簡単にわかります。向かい合った音をルートとするドミナントセブンスコードが互いにサブコードとなります。4度のノンダイアトニックなサブコード1、4度メジャーセブンスがブルーノートの使用によって4度セブンスに置き換えられることがあります。機能はサブドミナントのままで変わりません。4度のノンダイアトニックなサブコード2、4度セブンスからさらにそのサブコードである7度セブンスもサブドミナントとして使用されます。4度のノンダイアトニックなサブコード3、4度メジャーセブンスのルートが半音上げられることによってシャープ4度マイナーセブンスフラット5に置き換えられることがあります。機能はサブドミナントのままで変わりません。4度マイナーのノンダイアトニックなサブコード1度のノンダイアトニックなサブコード、これらについては次回の動画で説明します。ジャズ理論11ノンダイアトニックなコード1、おしまい。